中居正広、お笑いタレントの宮川大輔、女優の本田翼が MC を務める21日放送の TBS 系バラエティ番組中居大輔と本田翼と夜な夜なラブ532時間スペシャル夜8時では、ある芸能人が突然結婚を発表する。 MC の3人が彼氏大好き女子ラブ子さんの恋愛話をとことん聞いて掘り下げていく、現在進行形恋愛見守りトークショーとして毎週木曜深夜23時56分から放送している同番組。今回のゴールデンスペシャルでは、新たなラブ子さんとして女性芸能人を迎え2時間にわたってお届けする。中居正広、初のケーキ作りに挑戦。今回、夜なラブメンバー総出で超感動のプロポーズ大作戦を決行。あるレギュラーラブ子さんと交際中の彼氏が、ついにプロポーズを決意。そこで、今回、2人を9ヶ月間見守ってきた MC3 人がプロポーズを全面サポートすることに。一生の思い出に残る最高のプロポーズを演出するため、中居と宮川は彼氏と2時間以上に及ぶ作戦会議を行った。そして中居、宮川、本田の3人がそれぞれプロポーズ演出の一部を担当することに。特に中居は今回のために人生で初めてケーキ作りに挑戦。本田も思わず大号泣した感動プロポーズに注目だ。さらに今回は新メンバーの芸能人ラブ子さんと交際中の彼氏の顔を公開。紅白出場アーティスト、元祖モノマネメイクのカリスマ、吉本新喜劇看板女優、元 AKB48 の芸能人ラブ子さんが登場し、スタジオは大盛り上がり。そしてお笑いコンビニューヨークの屋敷広志生が、交際18年、同棲4年経っても今もなおキュンとするという彼女について赤裸々告白する。中川博史の理想の女性の顔を再現。そして俳優中川博史の理想の女性の顔を徹底解剖。前回のスペシャルで本田の理想の男性の顔を忠実に再現し話題となった本企画。今回は肖像画の全国展で内閣総理大臣賞を受賞した肖像画家山田恵美里に加え、夜遊び夜にかけるのメガボルトアニメーションを担当したアーティスト愛に稲の2人が中川の理想の女性の顔を忠実に再現する。徐々に明らかになっていく理想のタイプに、私いけるんじゃないという声も上がるなど、スタジオの女性陣は大興奮。中川がこの世で一番好きという理想の顔とは。さらに本田の理想の恋愛のワンシーンも愛に稲によってアニメーション化。本田がかっこいいとアニメーション映像を絶賛した。ある芸能人が突然の結婚発表。今回とある芸能人ラブ子さんが実は入籍しましたと衝撃告白。家族以外まだ誰にも言っていないという結婚発表に MC3 人も思わず、え？と呆然。一体誰なのか。